こんにちは、貧乏暇な主婦です。今回の動画では YouTube の収益についてお話しさせていただきます。2022年8月下旬、我々貧乏暇な主婦は YouTube で初めて収益を得ることができました。ありがとうございます。自分たちが作成したコンテンツがですね、お金を生み出したことが大変喜ばしいので、収益金額を動画として公開して、 YouTube の収益ってどんなもんなのとか、気になる皆様ですとか、また似たような境遇の皆様のご参考になればと思います。まだまだ底辺 YouTuber ですが、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まず収益をもらうための大前提についてお話しさせていただきます。 YouTube の収益化には2つの条件があります。チャンネル登録者数1000人以上、直近1年間の総再生時間ですね、回数じゃなくて時間ですが4000時間以上、この2つを同時にクリアして初めて自分たちの YouTube チャンネルを収益化できるようにするための申請を Google に出すことができます。これがかなりでかい壁で、この大きな壁にぶつかってる人もたくさんいると思いますし、我々も実際、壁にぶつかってる YouTuber の一組でした。まずですね、収益公開の前に、我々貧乏暇な主婦の収益化までの道のりをですね、簡単に振り返りたいと思います。まず2021年の1月に YouTube チャンネルを開設しました。初めて出した動画はメルカリ文庫本の梱包方法初心者向けというものです。その後ですね、月に1本ぐらいのペースで動画を上げていたんですけれども、夫の私がですね、全く編集ができない、で妻の方は編集は得意なんですけれども、仕事が忙しくてなかなか YouTube の動画まで手が回らないという状況で、なかなか動画を投稿することができませんでした。夫婦2人でですね、共通してたんですけれども、もともとですね、収益化はちょっと難しいから、たまに動画上げればいいかなという趣味程度のスタンスで取り組んでいたことも大きいかもしれません。それでもメルカリ関連の動画で、ファミリーマートでの発送方法解説動画ですとか、セブンイレブンでの発送方法解説動画、ヤマトミューでの発送方法解説動画が順調に再生回数を伸ばしてくれていたこともありですね、2022年4月、今年の4月ですね、に総再生時間が3500時間ぐらいになっていることに気がつきました。で、ここで総再生時間のクリアが見えてきてるんだということを自覚しました。この時ですね、ちょっと正確な人数を覚えてないんですけれども、チャンネル登録者数もそこそこ見てくださっていたので、この状況を夫婦で相談して本腰を入れて YouTube の収益化を目指そうということになりました。ここから動画投稿を本格的に始めていくことになります。ちなみに、初めて動画を投稿した2021年1月から2022年のゴールデンウィーク前までの動画投稿本数は23本でしたが、ゴールデンウィーク以降は動画投稿本数も増えて、撮影日時点までの約4ヶ月の間に22本の動画を投稿しています。今まで1年ちょっとで23本だったのが2ヶ月間で22本ということで、だいぶやる気が変わったのかなというふうに思っています。我々貧乏暇な主婦は2022年5月中旬頃にですね、総再生時間4000時間をクリアし、5月の終わりぐらいですかねにチャンネル登録者数1000人をクリアすることができました。登録者1000人を達成した時点ですぐに収益化申請を Google に出したかったんですけれども、収益化を達成した他の YouTuber の方の動画を見てですね、Google に収益化を申請している最中にチャンネル登録者数が1000人を切ると、収益化の審査が通らなくなる可能性があるということを知りまして、結構チャンネル登録者数って増えたり減ったり増減があるので、1020人ぐらいになるのを待って収益化申請をしました。で、収益化申請をしたのが2022年の6月5日でした。その後ですね、 Google から収益化を承認されたのが4日後の6月9日でして、これで晴れて収益化申請をして動画に広告がつけられるようになりました。他の YouTuber の方々がその審査の過程とかですね、そういうのを動画にしているのをたくさん見たんですけれども、4日で審査が通ったのは割と順調に審査が進んだみたいです。が承認された時には本当にめちゃくちゃ嬉しかったっていうことをまだ鮮明に覚えております。で、その後もですね、再生回数は順調に増えていっておりまして、現時点でチャンネル登録者数は
約1260人まで増えました。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。収益についてお話しさせていただきたいと思います。今回振り込まれた収益は2022年の6月7月分の2ヶ月分の収益となります。我々貧乏暇な夫婦が YouTube から得ている収益は動画の広告収入のみの収益です。企業案件ですとかスパチャなどは全くなくて、メンバーシップもやっておりません。 YouTube の収益は収益の累計金額が8000円を超えた月の翌月に振り込まれるというふうに決まっております。ですので我々のチャンネルは6月単月では収益金額8000円を超えることはできませんでした。またですね、これもいろんな方の YouTube を見て知ったんですけれども、確定してない収益を発表することは YouTube の規約上禁止されているそうです。 YouTube のアナリティクスというものがございまして、再生回数とかチャンネル登録者数の増減だったりとか、そういうのを見れるところに収益化されると推定収益というものを見ることができるようになるんですけれども、この金額については言ってはいけないようです。逆にですね、その確定した金額、つまり振り込まれた金額は1円単位でも発表していいとのことなので発表させていただきます。まず2022年6月です。収益金額が4489円、総再生回数が28798回でした。ただしですね、6月1日から6月8日までは広告がついていないため、収益対象となる期間は6月9日から6月30日までの21日分となっております。6月の動画投稿本数は3本でした。収益化が見えてきたゴールデンウィーク前後から5月にかけてですね、11本動画を投稿したので、その反動もあってですね、ちょっと動画投稿本数が少なくなっています。これについてはもっと投稿すればよかったなというふうに思っております。でこの時点では収益の累計金額がですね8000円を超えていなかったため、7月には振り込みはありませんでした。次に2022年7月分の収益です。7月は1ヶ月丸々広告がついた状態となります。こちらの収益が7019円、総再生回数が3万2119回でした。7月の動画投稿本数は4本でした。週に1回っていうペースで投稿はできたんですけれども、もう1本2本ぐらいはすればなと。これによりですね、総額は1万1508円となりました。晴れて収益を手にすることができました。本当にありがとうございます。で、実際に収益化して分かったことが2点ほどありました。これについてちょっとお話しさせていただこうと思います。まず1つ目です。1再生あたりの単価は分からないし、動画によって違うということです。動画ごとにですね推定収益っていうのは見れるんですけれども、我々の動画の場合ですとメルカリ系の動画とか、あとはその節約系の動画とか、そういったハウツー系の動画については広告単価が高いみたいです。逆にですね、雪の中を歩いてるだけみたいな動画もあるんですけれども、それについてはやっぱ単価も低くなっております。うまくできてるなっていうふうに思います。再生あたり 0.1 円の単価っていうふうによく巷では聞きますけれども、それよりももうちょっと高いんじゃないかなっていうふうに、思っております。2つ目です。推定収益と確定収益の金額がかなり変わるということです。6月の時点でですね、推定収益は先ほど発表した確定金額よりももっと上の金額になっていて、正直かなり期待をしてたんですけれども、7月の10日前後ぐらいですかねになると、あれよあれよというふうに金額が下がっていきました。単価の調整などが入るのかわからないんですけれども、それ以来ですね、推定収益っていうのは、あくまでも推定であって当てにするということはやめました。収益化してみて改めて思ったことなんですけれども、自分たちが上げたいと思って作った動画がですねお金を生み出して実際に元に入るっていうのはとても嬉しいことだなというふうに実感しております。ただしですね、編集ソフト代ですとかカメラの購入金額なんか経費を考えるとめちゃくちゃ赤字です。まだまだ全然赤字です。ですのでこれからも、時間を見つけて動画投稿を頑張っていこうと思います。また収益公開に関してですけれども、いろんな方の YouTube を見てですね、12月の広告単価が高いというふうに聞いておりますので、12月分が入った時点で発表できればなというふうに思っております。以上、貧乏暇な主婦でした。
ご視聴いただきありがとうございました。この動画が何かのご参考になれば幸いでございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。